ラジオ沖はホットキャスティング。赤瓦町便のグブリ、サビラ。放送七百七十一回目の今日は十月の十六日。内田久美旧暦では、今月の二十一日。虎の日、エビや。本年さえもよかったんだけどさ。はい。あの、ツアーの合間によ。<laughs> カーブチーガリムイッター。カーブチーガリ。みんなカーブチ持ってるじゃん。バスの中でやっぱ向いてたんじゃん。もうまず入った瞬間向いてなくても、入った瞬間バスがカーブチーっていうニュースで。爽やかな気分になりましたね。いいですね。今から時期らしいからさ。そうでした。この時期っと出てくるかもしれないよ。さて、それでは今日も始めていきましょうかね。今日はね、民間療法っていう話やってみましょうね。 漢方薬がさ、はい、伝わってくる前に行われていたものです。はい、えっとね原始的民間療法と言ってるそうですね。うんうん、これがねけ結構メモリーとも関係あるよ。はい、栄養補給をもとするウジヌイグスイグスイってのは薬だね。うんうんですね。またはティグスイと言ってね。んはい、動物性タンパクとか脂肪を補給するための目的で使われていた栄養剤って。 うん、どういうもの。サプリメントじゃないからね。例えばよもぎ、うちはね、ん、じゃなば、鳥山と、うちは細葉はなんて言ってね。それから調味草、さくんだね。そういったものが使われていたって、要するに栄養補給するために、食べていたものっていうことね。それからその後に漢方薬が伝わるんだけれども、漢方薬って高いさや。高いはずですよね。いろんな品種がなかなか入らないですよね。なので、今まで使ってたものを。 漢方薬と同じように使うようになったと。このね、取扱薬、山本教授言った取り合わ取り合わせ薬面白いですね。取薬と言ったそうですね。漢方の処方にのっとって同じ性質のものを使うね。例えばよく言ってるあのゲット、ゲットのことをうちなぶし何と言いますか。三人。そう三人でしょ。はい。こ三人っていうのは漢方薬の三水に少ないに人気のじとか言って三人。 これと同じ効能を持つことから3人って呼ばれるようになっと。はい、それからね、えー、と浜おど浜おどっていうのはドカチという訳さドカチドカチねこれもドツ<ー>漢方薬のドッカツこれから来てるんだそうですね。<ー>まあ、要するにあの漢方薬の代わりに、はい、在来のもの同じ効能を持つものを分かっていたわけだ、はい、効能が同じってことをね,ね、うんうん、これをトゥヤシグスイと言ってたそうですね。でももねやっぱり漢方薬と、ね、直接同じのもあるわけさ、はい、野中 野中、やいた。これは漢方直接関係ですね。これはまた漢方をくじりって言うんだって。漢方くずりって言うんだね。そうですね。はい、ということで、今日は民間療法のお話でした。小西さん、ちなみに聞いていかない。生まれはどこね。生まれたところは。ところは、夜え、与那ですね。じゃ、あちょっと夜与那原だね。小西さんも一緒だな。佐藤がやりする場合、小西さん、与那原に帰ります。そうか、小西さん、中国にいってるから、佐藤がいる経験があるんだな。そうなんです。 はい。もう俺ないわけよ、これが。あ、ずっと同じところですか。いや、俺生まれたところでずっと暮らしてるから。あそれはそれで羨ましいですよ。まあ、そこ側からとかってあるけど、だから里帰りっていう感覚、感覚が実はないんだ。だからさっきの歌の感覚がないんだよね。生まれ地離れたとかね。とうとうとまたまたちょびぶしりきそうだから次のコーナーに行きましょうか。はい。沖縄のなんだのコーナーです。沖縄のなんだ。 今日はね、かんざし、G4 話をお話ししましたねかんざし見なくなりましたね見なくったでしょ、紙伸びてもあんまりそうやってまとめることがないからねなんかあれ便利だって聞くんですけどねということでね、実はね、あのおしゃれじゃないんだよ王国時代はかんざしで身分を示していました男の人もだからさせていたわけよねそうでしたねで、ところでどういうふうに分かったかというとね金、銀、銅、高級な金属は種族、うさむれはい じゃあ庶民はというと真鍮、はい、別光、うんうん、それから木のかんざしもあったようですね男の人はね大きめの本かんざし一本、はい、これにもう一つ小さめの副かんざし2本かんざしさせていただいてそうです、ね、右から左から、ね、両方から刺っているイメーですねあの絵とか見てもそうなって、ねはいるさねで氏族の中でもねうん、うん、国王とかアジといったさんも最高狙い人たちは本、副とも、黄金 かっやぱり昔ねで三種間はねくな内で摂政に次ぐ高いくらいだから本かんざしは黄金だけど王族ではないから分けるために服は銀ゃ者爺はと言ってるなんじゃと言ってるねその他の種族は本服ともなんじゃ銀ね百姓は真鍮だったそうですね材料で分けたほかに飾りね飾りでもけられたって。 うんうん、本館雑誌でも国王は竜の頭、はい、で長男王子は牡丹の花青<ー>子ね、はい、長男ね、はい、で王子とかアジとか三子間はのいちごみたいなとっくりいちごの形だったってでペーチン以下の種族は水仙の花でなんじゃジーファ百姓は同じく水仙なんだけれども真鍮っていう具合だってそうですね女性も同じでね、はい、通常は一本。 はい、女性は一本だった、面白いね。面白いですね。清掃の時には二本。あっ,って、女性の本冠簪は半月系、うん。王妃はね、鳳凰の金冠簪。はい、王子の妃は黄金。ね、やっぱり、愛知の夫人は銀、うん、百姓貴女だったって。はい、いうことで、こういうふうに、あの、身分と。柄で持って、その、冠簪を使い分けていたと、いうことだそうですね。すねだからね、今度から内田氏は見るときに。うんうん あの人2本刺してるから地族だねとなんじゃじいふだから定義くらい高いねとかねいう風うに見るとまた楽しみが増すかもしれませんねはい。というわけでねこんなリュウカガロさんでしょうトゥマイタカハシになんじゃじいふうとちイチカユノアキティトゥメティさすらほら なんじゃジーファーでしょとなると位高い止まり高橋からこの小金の銀のかんを落としてしまったといつか夜が明けてまたもう一回探しさすこともあるだろうかと探せないよねこれあのあれだわけ比喩だわけさん長瓶の奥さんって言われてる人がね要するになんじゃジーファーを落としたということは種族の位を剥奪されたってことだわけそういう比喩の表現だからいつか許されてもう一回さすことがあるかなっていう 泊りのね高橋の角っこにこの日が立ってますよ、はいはいはい、そうでしたかよかったら見てみてくださいね、はい、このはさっき話したけどさ、はい、トゥヤ,トゥヤシグスイね今あるものをね、はい、漢方薬みたいにして使ってたってねうん、うん、これってメモリとつながりよねつながります、はい、今日はどんな話をしていただけるんでしょうかはい。一2運動2にメモリ私が私であるために

人生百年の時代をサポートメモリーがお届けする健康ワンポイントのコーナーです本日は時間栄養学のお話その六です同じ食べ物でもいつ食べるかで体への結果が違ってくるそれが時間栄養学です本日も早稲田大学教授の柴田重信先生の本よりご紹介いたします食後の血糖値が高いと太りやすくなるほかがん発症や血管に関する疾患物忘れのリスクも高くなってしまいます では、時間栄養学から見た食後血糖値とは全く同じ内容の食事でも朝昼晩と食べるタイミングで食後血糖値は変わり朝よよりりり昼、昼より夜の方がが血糖値上がりやすすいそうです朝はお腹を空かせた時間が長いからいいえ結果は体内時計が朝と夜のエネルギー代謝をコントロールしているようだ ということがわかりました。健康のためには糖質の高い食事は朝か昼に済ませるのがいいようです。以上メモリーがお届けする本日の健康情報でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい。健康に気をつけなさいよって言われた時に、ええ、夜ね、はい。お腹が空いた時に、はい。あのパンは大丈夫だろうと思ってたわけさ、<laughs> パンは <laughs>。じゃパンはダメだしね。<laughs> パン糖質いいパンっていかかし,かしパンはダメだしね。ね ぜひ菓子パンよりは、海苔巻いたおにぎりだとか、うん、海藻。はい、まだそういう混ぜご飯の方がいいとは思います。そういうこと言われましたね。はい。関係あったりするのかもしれない。そうですね。食べたいものはぜひ朝か昼に。もうしっかり、もう満足するまで食べて。なるほど。夜はちょっと質素にしていただけると。かと思います。ケーキ食べたいなと思ったら、夜、夜の楽しみで、お家帰ってくるじゃなくて、昼食べたても。昼、もう堂々と食べましょう。食べるないじゃなくて。時間考えなさいということね。そうですね。はい。あ、よかった。きって。はい。 はい、ありがとうございました。はい、ここで出てくる桃は。<う>桃太郎桃じゃないよ。えそうですか。うん の山っているそうですねああれだからねねねっってててくとどどこにえたたんだだだなるかららら本当ですよれれいいはあう教さ私の母の代もりんごも確か戦後結構してからしか入らなかったよね。入った時プカプカだったって言ってましたね来たすぐは。 で面白いのがねあの歌に出てくるのよモモヤンゴアって警備員鉄道って言って昔やってたでしょああれのカデナ線のところの歌なんだけど北モモヤンゴアのシーナサキヤって出てくるのよモモヤンゴアって出てくるわけよそう言えばそうでしたね、ということはやっぱり山内モルンザとあれたりだろと考えられるのでということはやっぱり山桃でしょ山桃だと 思われますね。思われますね。歌からこのして地域の話が動るから面白い。ね本当ですね。いい歌でした。だからあの歌、歌の解説もさ、時々やってみようかなと思って。ぜひぜひ。あの今とは違う風景がパッと広がるかもわからない。ですね。今の話と同じ。それでね、全然話は変わるんだけど。沖縄の人面白いのはさ。何でしょう。あの同じギャグで何回言っても笑うんだよ。昔の人ね。 そういうん当にさ思い出なんだけど中田幸子生まれて初めてよ縁があって中田幸子さん一人で見に行ったわけさ意味分からん方言だからなそうですよね10代だから隣のおばちゃんが「兄に若いねっていくつね?」って高校生ですって言ったらさ「うちなうちわかるねってわからない」って言ったわけそしたら「じゃあうちが解説してあげるさ」ねって言ったさ。 あの今からね幸子が出てきてからさ「よろしくございます」って言うからよって言うわけさ「幸子」ってまた読み知ってかいて思ったけどよろしくございますって言うからさって言うわけさ「よろしくございます」っ言うわけやっぱり。はいやっぱもうこれよ。ええ。 わかるんですかって、わかるよってわけ。はい。わかるのに、なんで笑うのかなって。そうですよね。みんなわかるけど、笑ってるけど。いや、そのために来てるんです。これすごいと思う。すごい力です。はい。同じギャグ使って、通常あるから、どっかでな。はい。同じ話で、同じ段階でも笑うっていう。素晴らしい。すごい段って思うよ。これ、どっちらの文化の一つかなと思うんだけど。いい文化だと思いますね。ね。で、今回もさ。はい。同じ。もう、ごめんなさいね。ツアーに参加してる人、同じネタだよねって言うけど。何回聞いて、面白いって言ってくれたから、良かった。良かった。はい。 言い訳いコい,いと思います。えー、というわけで、ね、さん、<laughs> 今日いろいろね、このメジャーなしでもよ、<laughs> はい、なんか、もろつくる会社嬉しいんだけどさ、昔のこのうちのあげくっていうのがよ、<laughs> はい、見える人いないわけさ。 そうかもしれません。だからおろってやろうかなと思ってんだけど。皆さんどうでしょうかね。一緒にやりましょう。あ、オッケーって。あ、クネさんもオッケー。あ、リスナーもオッケーって。あ、りがとうございます。じゃあの何回も聞いてくださいじゃなくて何回も聞いてくださいね。はい。というわけで寒くなってきてるから皆さん風も引かずにね。本当に。もかからずにインフルエンザにも気をつけていろいろ気をつけるといきに大変だから頑張っていきましょうね。はい。というわけで番組のご案内やクヨーラ調とメモリーの国交社員。 ちょうのちちくみ装置あいきっぺえみへいでみる